ルキウス・コルネリウス・スキピオ・アシアティックスは、第二次ポエニ戦争後期及びシリア戦争で活躍した共和制ローマの政治家、軍人。父は、プブリウス・コルネリウス・スキピオ、兄には、父と同盟のプブリウスがおり、スキピオ・アシアティックスと称される。以下、混乱を避けるため本校人物を、アシアティックス、兄を、アフリカノスと記す。第二次ポエニ戦争後期に、 アニアフリカノスと共に参戦。クルススホノルムとしてはおそらく紀元前195年にアイディリス・クルリスに当選し、紀元前193年にはプラエトルに選出される。紀元前190年にアフリカノスの副審、ガイウス・ライリウスと共に失勢官職に当選する。セレウコス朝のアンティオコス三世との戦いに当てるには頼りないと思われていたが、 兄アフリカヌスがサポートすることを約束し、担当することになる。フロンティヌスによれば、降り続く雨で敵が疲弊して、戦意喪失し、さらに弓の弦が湿って、使い物にならなくなっていることを見抜いたアフリカヌスは、弟に決戦を流し勝利したという。そして、兄がアフリカでの活躍で、アフリカヌスの称号を授かったように、弟である、彼もアシアでの活躍により、 アシアティクスの称号を授かり、翌紀元前189年、プロコンスルとして外戦式虚構の栄誉を受ける。しかしながら、スキピオ断崖の表舞台に立たされる。マルクス・ポルキウスカとケンソリウスなどのハンスキピオの元老院議員により、アシアティクスは金銭の横領の都がで告発され、それがアフリカノスの断崖にまで広がる。そして、紀元前183年に、 アフリカヌスが没するとアシアティックスは投獄されてしまう。最後はティベリウスセンプロニウスグラックスマイヨルの働きかけもあって釈放され横領したとされる金銀は見つからなかったという。没年は詳しくはわかってはいない。子孫の鋳造したデナリウス銀エ L、シップアジグと刻まれている。ありがとうございます。